Engine for the Life。 車で行こうです。今日ご紹介する車はビッグマイナーチェンジしたトヨタのスポーツハッチバックオーリスです。今回もインプレッションとトヨタの開発担当者の方をスタジオにお招きしていろいろとお話を伺っていきます。トヨタの世界戦略者として開発されたオーリス、今回のマイナーチェンジでは外内装の進化はもちろん、注目の新開発のダウンサイジングターボエンジンのフィーリングも気になるモデルです。それではポイントから見ていきましょう。トヨタオーリス、一目見た瞬間の個性を強調したフロントフェイスを持つエクステリアデザインは、マイナーチェンジという枠に収まらない変化と進化を感じさせる仕上がりになっています。インテリアも欧州車の高い完成度と質感を意識しつつ、使い勝手の良さも併せ持ち、日本車ならではの気配りも感じさせる仕上がりになっています。また欧州では高速域走行が想定されるため、ボディ剛性の強化と足回りのチューニングを徹底し、高いレベルの直進安定性と操縦安定性を実現しているのも大きな特徴です。パワートレインは従来の 1.5 リッターと 1.8 リッターの自然吸気エンジンに、注目の新開発 1.2 リッターターボエンジンが加わりました。トランスミッションは 1.8 リッターエンジンを積む RS の6速 MT 以外は全て CVT となっています。トヨタオーリス、価格は178万9855円からとなっています。新開発の 1.2 リッターの直噴ターボエンジン、どんなフィーリングを見せてくれるのか楽しみですね。そうですね。というわけで CM の後はいよいよ試乗です。エンジン for the life。 マイナーチェンジしたオーリスに新しく加わった 120T に試乗しています。まあ、いわゆるダウンサイジングターボですね。欧州車、フォルクスワーゲンをはじめとする欧州車ではかなり一般的になっている技術、これをようやくというかついにトヨタも出してきたということで、かなり僕は期待をして今試乗をしています。高速道路をこうしてクルージングしていると、やはり 1.2 リッターとは思えないような余裕があります。まあ、トルク自体が下からぐっとこう厚みが出るので、排気量とは全くこうイメージが重ならない。結構その排気流によって今エンジンの力というものを測れない時代になってきてるんですけれども、まさにそんな感覚を味わえます。でむしろ僕としてはこのスポーツモードを常にオンにしておいた方がより自然に走れると思います。ゆったりと走るときはノーマルモードでもいいんですが、スポーツモードをオンにしても必要以上にエンジンの回転数が上がることはないので、こっちの方が気持ちよく自然に走れますね。今回その特にインテリア周り相当変わりましたね。エクステリアも変わったんですけれども、よりガラッと変わったと思うのがインテリアです。ただ僕思うんですけれども、この木目調は、この 120T のコンセプトにこう合ってんのかなというのがちょっとこう正直なところです。普通の、ブラック系とかシルバーとかそういったものも、選択肢として残しておいても良かったんじゃないか。確かにこの 120T はオーリスの中では一番上のグレードなんですけれども、だからといって木目だけっていうのはちょっと寂しい気がします。高速道路でのこの車種ですが、やはりその欧州を狙っている車ということで、ボディも含めてすごくしっかりしています。でこの例えばシートに座った時のこのシート自体の剛性、取り付け部の剛性、それからステアリングの剛性、そういった部分もかなりこうがっちり作られているんで、何かこう体を預けて安心して乗っていられるというところが、やはりその、値段も違うんですけれども、カローラとは全然違うなと。欧州に行くと、100、40、50というような巡航というのは当たり前にあるわけですね。でなおかつドイツに行けば200キロなんていう領域も日常で使われる。そういうところでやはりしっかりと走ることというのを目的に作られた車である。それは日本の高速道路の速度域でも安心感として伝わってきます。一般道に入ってきました。今例の
マンホールが連続するきついところですね、ここ走ってるんですが、大きい入力に対しては結構、そうですね、うまくいなしてるなと思います。振動の収束ですね、これがもっとスッと収まってくれるともっとドライで気持ちよくなるんですが、それを除けば結構そのうまくバランスは取れてると思います。さあ、ワインディングに入ってきました。ここではCVT をマニュアルモードにしてパドルでシフトをしながら走ってみます。結構やはりこのコーナーしっかりしてますね。こうしてステアリングを切っていった時のフロントの動きが結構こうじわーっといい感じで中に入っていって、リアもしっかり踏ん張ると、これすごく安心感の高いフットワークの典型例だと思います。奥行きのあるハンドリングっていうんですかね、安心感、それから自分の思い通りに操れる、そういうものを重視しているんだということが今2つほどコーナー回っただけでも実感できました。今回オーリスのこの 120T に乗ってみて感じたのは、ゴルフを中心として実力モデルがつばぜり合いを繰り広げている C セグメント、ここで一定の存在感を醸し出すぐらいの実力は持ってるなということだったんですね。ゴルフなんかと比べるとちょっとまだ静粛性であるとか、内装の質感とか及んでない部分はあるんですけれども、国産車でC セグメントで、実力の高い車が欲しいという人には、すごくこう気になるモデルだと思いますし、あとは何といっても、磁気型のオーリスですね、次のモデルチェンジなんかで、これはひょっとしたらもう世界の競合と肩を並べる車ができてくるんじゃないかと、そんなような、予感を感じさせる仕上がりになっていたことが、僕は今回この車乗ってみて一番印象に残った部分ですね。それでは安全性の評価に行きましょう。トヨタオーリスなんですけれども、このようになっています。評価は頑張りましょうですね。そして燃費、今回はおよそ252キロ走ってリッター当たり12キロでした。トモちゃんはどうでした？はい、私後席に乗ってみたんですが、カーブでもとても安定感のある走りを見せてくれて、とても安心感が高かったですね。そうですね、本当に僕はそれ同じようなことを感じました。はい、今回はスタジオにメーカーの方にお越しいただきました。トヨタ自動車の安井真一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。安井さん、オーリスという車はどちらかというと、C セグメントのハッチバック、要はそのゴルフとかそういったものに対してヨーロッパで戦っていくために、開発された車だという認識を僕持ってるんです。これはそういうことで、はい、よろしいですか？そうでございます。はい、で今回ですね、ビッグマイナーチェンジ、かなり大幅なマイナーチェンジをしてきたんですけれども、はい、マイナーチェンジの狙いから教えていただけますか？はい、今回のマイナーチェンジのポイントは大きく3つございます。まず1つ目が内外装デザインをよりエモーショナルに進化させたこと、はい、2つ目が今回乗っていただきました新開発の 1.2 リッター直噴ターボエンジン、これを搭載すること、はい、で最後がトヨタセーフティーセンス、これを設定いたしまして予防安全、こういったところの装備の充実を図っていこうというものでございます。なるほど。中でも僕が注目していたのが、エンジンですね、はい、トヨタというとやはりハイブリッドというイメージを持っている方多いと思うんですけれども、はい、今回この 1.2 リッターの直噴のダウンサイジングターボエンジン、はい、これを搭載してきた狙いはどこにあるんでしょうか？そうですね、まず1.2 リッターターボというのは、例えば欧州を見たときにはその走行シーンで高速で走る、あるいはもう少し走りの爽快感みたいなところがありまして、はい、市場として競合車も含めてターボをたくさん持っている環境でございますので、そこでこのオーリスで戦っていこうという開発したものが一つございます。でそれを今回日本にも燃費が良くてかつ走りの爽快感みたいなところで、お客様の燃費のいいエンジンをなるべくお客様に選択肢を増やしてあげようということで、今回国内にも 1.2 リッターのターボを導入することを決定いたしました。なるほど。どっちにしろ多分その今の時代って燃費だけとかその運転の楽しさだけじゃなくて、両方いかに高い次元で両立するか、ハイブリッドもダウンサイジングターボもそれを両方目指していると思うんですけれども、はい、やはり乗った感じでどっちがいいっていうのは好みによって分かれますよね。そうですね、あと乗られる、どうでしょう、街中を乗る方が多いんであればストップアンドゴー多い、はい、ところで行くと、例えば
ハイブリッドの強みを生かして快晴で燃費を良くするというのもございますし、あるいは走りとあるいは比較的遠出をするという方には、例えば 1.2 リターターボみたいなのもいいかなというふうに思います。そういう意味で選択肢が広がるというのはユーザーにとってとてもいいことだと思うんですけれども、今回まあこれ外装もかなり変わったんですけれども、やはり僕が一番おおって思ったのがインテリアなんですよ、これはかなり大胆に変えてきましたね。そうですね、今回インテリアの特徴はですね、インパネのセンタークラスター分、ここを新しく作り変えております、でフラッシュサーフェイスのパネルを設定しまして、その中に時計も一体化いたしました、またその周りのサテンクローム、これはですね、本物感というところで本物のサテンクロームを使いまして、実際触っていただくとちょっとひんやりするような感触を得るということで、そういったまあ本物にこだわったお客様のために提供するということで、いろいろと工夫を凝らしてきました、まあ、本当にインテリアっていうのはいつも運転してる時見てるから重要な部分なんですけども、ここは大きく良くなったっていうのはとてもいいことだと思いました。ここで気になるユーティリティチェックです。まずは後席への乗り込みなんですが、このように後席のドアを開けていきますと、まあ、結構この横方向余裕もあって、あと座面がちょっと長めに取られてとても座り心地良さそうですね。そして後席の空間です。身長162センチの私で膝前が原骨2個半入りました。そして頭上も結構ゆとりがあって、ここも原骨が2つ分、まあ、身長の高い男性でも大丈夫かなという印象ですね。そしてこのシートのこの食感がとても心地いいんですよ。アームレストもついていて、なかなかくつろげる雰囲気でしたね。そしてラゲッジスペースです。このように開口部開けていきますと、まあ、比較的上手に切り取られている印象を受けます。そしてこのようにですね、実は床下に収納もあったりして、でこのあたりもですね、このなんと床板が上にくくれるようにもなっていたりして使いやすくなってますね、そしてさらなる荷物を積みたいときは40対60の分割加糖式、まあ、適度な室内空間のゆとりと実用性をバランスさせたモデルと言えそうですね、やはりこの C セグメントっていうのは大人4人が乗ってしっかりくつろげて、荷物もちゃんと乗せられて長距離移動できる、それのこう必要最小限のパッケージングっていうところですかね。そうですね、はい、そのあたりはかなりそのバランスよく出来上がってますよね。ありがとうございます、あと走りなんですけれども、今回はまあそのエンジンもさることながらシャシー系もかなりこれ手を入れてきたと聞いてるんですけれども、これはどんなところに具体的には変えてきたんでしょうか。まずはサスペンション、今回 1.2 リッターターボにはですね、W シボンを設定いたしました、合わせて、バネアブチューニングだとか、あるいはステーリングのフィーリングのチューニングも実施しまして、より上質な走りというか、質感の高い走りを目指してチューニングをしてきております、欧州のユーザーってすごくその評価の、基準が厳しいと聞くんですけれども、あるいは向こう の欧州での評価、ジャーナリストなんかも含めてどうですか。ですね、この 1.2 リッターターボに関して言いますと、まずはスムースな加速感というところで大変好評いただいております、それは一つには、CVT を使っているというところで滑らかに加速していくというところが大変好評でございます、あともう一つは静かですというようなコメントもいただいておりますね。なるほどね、これは本当に日本でも売ってますけれども、メインの市場というのは欧州だそうで、かなり向こうでは売れているそうですね。そうですね、現行で約月に1万2000台から1万3000台ぐらい、現地では売れております、全てのヨーロッパの国々に売っているというのもありますけども、そうなるとやはりそのゴルフとか、そういったものと戦わなければいけないということで、今回のそのビッグマイナーチェンジ、これはやはりそのどんどん良くなっていくライバルに負けないぞっていうところで、水産としてはかなり気合の入ったモデルチェンジと言ってもよいでしょうかね。そうですね、常に進化を続けていきたいと思っておりまして、今回大きく、ターボを入れさせていただきました、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございます。 CM の後は評価です。エンジン for the life。それではオリスの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、これはですね、乗った瞬間から伝わってくる質の高さですね、これ内装とか外装もそうなんですけれども、一番僕がいいなと思ったのは、本当にこう走り出した瞬間の足がすごくスムースに動いている
感じとか、ステアリングを切った時の滑らかな感じとか、もう加速をしていった時のグーッといういい感じの加速とか、そういう部分がとてもよくできています。日本のハッチバックって今までどうしても燃費とか値段にこうとらわれがちで、走りの質っていうのはなかなかこう追求しているものが少なかったんですけれども、今回このビッグマイナーチェンジしたオーリスはそのあたりをグーッと底上げしてきた。これはとてもいい部分だと思いました。×これはもう一段高いレベルのパートを取るか欲しいなというところです。 1.8 リッターの NA が残ってるんですけれども、例えば 1.4 リッターぐらいのダウンサイジングターボを作って、もっとトルクとパワーを上げていくと、まあ、1.8 リッターもいらなくなるぐらいの気持ちいい走りのものができるんじゃないかと、そんなものも将来的には増やしていってほしいなと思います。はい、私は丸なポイント、これは何といっても質感を高めたインテリアですよね。まあ、今回のマイナーチェンジで各グレードの内外装、まあ、見直されていて、特にインテリア各部の素材の質感や食感までもレベルアップしてるんですね。特に今回試乗した本革×ウルトラスエードのコンビネーションシート、実は後ろの席に乗ってみたら肌触りとフィット感が本当に心地よくて、ここだけの話うたてなしそうになっちゃいましたそしてバッテン、これはですね、私はグレードごとに選べる内装が縛られちゃうのがちょっと残念かと。やはりスポーティーなハッチバックとして乗りたい方にとっては、例えば黒内装がのパネルが選べるとか、こういった柔軟性もう少し欲しいなと思いました。確かにね、僕も同じです。というわけで2人の評価はこのようになりました。 Engine for the life